まあ、最初からでしょ。最初からだろ。最初からです。あ、まあ、一回もうちょっとゼロから行こうか。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は SNS 総フォロワー数26万人、はい、縫い替え道場社長と SNS 総フォロワー数16万人のお掃除屋健さんことグッドジョイ社長の松永社長に来ていただきました。はい、ありがとうございます。お願いします。今日来ていただいた理由なんですけども、はい、ちょっと対談の方お願いしたくて、はい、SNS 勉強会、はい、講師もこの間やっていただいて、はい、議論というか、うんうん、あのしてもらおうと思うんですけど、はい、あのしてもらおうと思うんですけど、はい、そもそもその SNS 勉強会って SNS やってる人が来た方がいいのか、うん、全くやってない人が来た方がいいでしょ、うん、なのか、うんうん、どっちなんだろうっていう、ケンさんはいかがですか。どっちが来た方がいいかなって思ってますか。いや、僕も絶対やってない方が来た方がいいと思いますね、はい、やってない方がいい、うん、社長いかがですか。どっちがいいと思いますか。俺もやっとる方がいいかなと。なんか何回かやってね、やってる方がいい、イベントを実際にやってみて、はい、俺はやっとる方がいいかなと思うな。意見分かりましたね、うん、ちなみにそこは大きくそこは静かにしていいよ、まあ、それやらせてきたよそうですか、あげるためにあげるためにあげてこんじゃすいません、僕があげなかったんですよね、助けてくれたんですよなんか変えなかった、そうそうそう自然な雰囲気で、うん、逆にそれぐらいの方がちょっとバチリ感があるじゃん、はい、あちょっと本当にイラついてんじゃないって思わせるぐらいの方が、はいはい、うん、でもそういう感じでちょっと嫌みったらしく言うから、はいはい、今までやった感じ俺は、うん、まあ、SNS 実際にやっといてもいいでしょって思うけどね。確かになんかあれですね、ちょっと長いもう1分、いや、いいよ、いいんだけど、まあ、こっち1回行こう、どん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 回してた方がいいかもしれない。で1分もうこれで終わっちゃうもんな、まあ、編集でうまくやるけど、でどんどんこうしてた方がいいかもしれない、こう止めて、でこれはこれでやるけど、うん、盛り上がるからちょっとその辺の方がいい、怒りが盛り上がってくるじゃん、うん、ちなみに、はい、そじゃ健さん、もう一回、もう一回、ちょっと、はい、ちなみにそじゃ健さんは、はい、SNS 勉強会って SNS やってる人が来た方がいいのか、全くやってない人が来た方がいいでしょ、どっちなんだろうっていう。 SNS 全くやってない人って勉強会って本当にやるのかな、本当にやろうと思ったら来る前にバウンドぐらい作ってくるでしょ。やってない方ってスタートでつまずいてるんですよ。どうやって撮ったらいいのか、どうやって編集したらいいのか、そこをまず突破するのが僕は SNS 講師。サポートするからこそ古いみたいな。でもいいんじゃない、これやっぱ OK でここでパーンと終わっても、はいはい、逆にじゃない多分ちょっとあつなってきたんで長すぎるかもしれないです。あ、そうだね、ここだとちょっと編集が難しいよねこれで終わろうか。YouTube で使えそうだから使えるか。でも YouTube でやっとるやつを切り取ってショートに出しますよね。ちょっとで YouTube に出せるんだけど完結してない、途中で途中で終わってったら、はい、切り替えてまたスタートからまた喧嘩が始まってるんだけど、おかしいおかしいになっちゃうじゃんこいつら。だからそのここのつなぎがないじゃん、今の話が終わった、続いての質問はって、はい、ちょっと白熱してきましたけどって、そういう風に感じでしょうか。だったら編集点になるから、白熱してきましたがちょっと続いての質問、お時間もあれなんでっていうのだけ入れとこうか。まあ全部使えるように、あんまりさっきの質問でとかそういう言葉は使わない、うん、そしたら結構さっき集まってたから、で今ちょっと冷静に扱ったら、はい、そっちを先に谷崎さんが使うかもしれない、はい、うん、前後ろ逆にできたらするかもしれない。動画はショートの方がいいのかロングの方がいいのか、どっちか。撮るでロングだよね。 TikTok インスタなんでショート、ね、ショート。ちなみに理由、簡単、撮って編集も簡単、全部自分たちでできるんで、お金使わなくてもできる、はい、あれですよあれですよね。バレちゃうらしい。ちょっと逆にロング動画を YouTube でこのショート散々上げてこれを出す。あ、谷崎さんが、まあ、できたら、それ谷崎さんそれを先に言うので、逆に裏側って実はあるぶっちゃけやだよね。でもまあどっちでもいいよね別に。いや、どっちでもいいショートの方が NSE よね。俺はもう本当ぶっちゃけショートなんだよ。
あ、ショートやし、いや僕は逆にショートばっかりやってるから、うん、YouTube の魅力はめっちゃ感じてるんですよ。あ、やりたいなって。やりたいな。そうです、まあ、俺らからしたら逆にそのショートって楽だし、まあ入りやすいし、で俺らもやっぱショートってね、なんか一発が当たったら俺めっちゃいいや、はい、だからショートでも俺はその一発芸がないから、はい、羨ましい。ショートに伸ばせるなんか仕事とか内容があったら、いや先の社長が言った通り、うん、その人間が出ないですよ、ショートって。あ、難しいんですよ、ね、この短い動画で人柄を出していくっていうのは難しくて、うん、だから僕の YouTube のロングは絶対にいいけど、うん、やっぱ時間がやっぱり取る時間がかかるから、うん、YouTube で反対のこと進めてる今のが一番なんか良かった気がしますね。いやそう、これ YouTube でこれ使おうか、はい、じゃあマジで、じゃあ全部をとりあえず今出てるコミュニコンです。何から始めた方がいいか、 SNS まず赤か白かみたいに出てるじゃん。 YouTube 派、 TikTok 派みたいな、うん、それがなんかショートとロングかな、うん、金かけるかかけないか SNS に。あ、例えばすごい論争ある。うちもゼロなんですよ。あ、そういうことね。なんかけどあのインスタとかって金かけて伸ばす人いるみたいで、かけるじゃないですか。僕もよくわかんないですけど、うん、なんか課金みたいな、多分あ、おそらくなんかソフトから入れるんじゃない、金かけてないですかみたいな言われるんですよ。あ、マジか、はい、本当だけど俺そのかける派って言えない。これ言えすぐそれかける派って言えないよこれ。YouTube で使っちゃうよこれ。かける派に言ってじゃん。俺かけてますよ。いや僕かけてないってもういろんな人に言ってるって。企画の内容的になんかない。社内をここまで出すかみたいな、結構リアルなことやるけどみたいな、あんまり出さない派なのは。リアルを届けた方がいいのか、そうではないのか。うちで結構届けてる方だと思うんですけど、まあ俺も視聴者っていうよりはお客さんとかね、もともとそういうところから始まったから、それが実際ちょっと別に YouTuber じゃないから、できるだけリアル本当のことを映す方がいいんじゃないか。うちは本当僕しか動画出てなくて、映さない方がいいかな。社員のプライバシーだったりとか中身見せすぎるのも良くないかな。出す必要ないと思います。終わっちゃいました。いや、お前もいかんでしょ、お前。いや、出口がどんどん狭まってってさ、お互いに言うことで、もう言うことなくなっちゃうから、お前の振りが悪いって。言うことなくなっちゃうから、もう、それしかねえ。ぶっちゃけどうなんですか、リアルは。本当、俺、それちょっと気になったな、逆に。いや、僕は絶対に、現従業員も何なら出てほしいし、すべてさ、行ったりするの。さらけ出したいです。行ったりするの、行ったりするの。で、出てよって。で、出てないよ、今、ぶっちゃけ、本当に。今、ほぼ出てないです。でも本当はでも出てもいいですよって言ってるのみんな。だそこまではやっぱりちょっとまだ恥ずかしいのか。あ、だから、いや家庭のいる人とかはやっぱり。あ、女性のさ、あ、いないですけど、うん、男のやっぱり嫁子供に見られるのがあれとか、うん、そういうこと言ってますね。あ、嫌がるか。そうなんですよ。俺はもう嫌がる嫌がらないと思います。めちゃくちゃ笑ってる。あれ、ジムだったら気のせい。もう僕はそうですね。気のせい。だけど、まあ、言われることあるよ、デジタルタトゥーって。デジタルタトゥーを掘られてるんですよ。そうっすか、けど、その会社自体にやっぱり、ゆかさんしっかりしてるじゃないか、全てが。うん、やっぱりそのね、うん、いや、サービス。うん、あ、仕事ね、仕事、うん、まあ、そういう意味の本当リアルは出した方がいいよね。はい、だからそう思うよね。そうだから、そこがしっかりしてて、うん、そこにいる会社の社員さんたちって、うん、やっぱ誇りなんですよ、やっぱり。そんだけしっかりしたサービスを売ってます、うん、会社に働いてます、うん、っていうのはやっぱり誇りだと思うんですよ、うん、だから全然別にデジタルタトゥーでもないし、ね、デジタルタトゥーじゃないですよ。ああ、確かにね。悪いサービス売ってるとこだったらデジタルタトゥー。ああ、そういうことね。ね、俺は従業員をさ、結構攻め立てたところを取ったりさ、はいはいはい、そういうのを流れたことあるから。だけど実際にさ、リアル出してない派で言ったけど、はい、出してるから結構会長と。まあまあ出してる。はい、それではみんな、ちょっとリアル来るのか。はい、今日はね、なんか。でもリアルに出してるよね。そう、出さないとやっぱ面白くないですよ、うん、面白くないよね。リアル出てないとね、本当に、うん、SNS やってる人たちは会うとすごい分かるよね、うん、で見てると、うん、
なんか自己自慢の SNS やってると思えば、うん、分かるよね。分かります。で自分社長を何か変な気にしてでも盛り上げて、うん、そうです。で、これこっちに行って綺麗だな。また僕晒されるんですか。ちょっと晒すね、これお前なっつって俺はこうやって嫌なやつをこう見せて、はい、お前らこんな大変なところで働いて、はい、だから絶対にいいサービスだなって安心してもらうためにこれ配信してんだぞって。そう、あ、これそれ本当で、うん、視聴者、僕、うん、一視聴者ですか、で本当外部から見た感じ、うん、あ、みんなすごいな、ここの社員さん、うん、みんなすごいなっていうふうに見えるんですよ。あの社長の下であんだけバンバン言われてバンバン言われて、うん、それに耐えて、うん、けど頑張ってるっていうのは、うん、僕はいやめちゃめちゃ価値がある社員さん、うん、あ、そうだよね、やなって見せてお客さんからしたらね、そうなんですよ、うん、そういうところで頼みたいなって思うよね、うん、もちろん、まあ、それでも嘘じゃなくてリアルだから、はい、うん、でそこでまた僕さらされるんですか。はい。面白くないんじゃないですか、めちゃくちゃは。はい、視聴者の皆さん、3つ？そうですね、うん、3つちょっとショート、うん、あの総社検査にちょっと助け求めて、あの SNS 勉強会名古屋東京の名古屋だねの11月9日で俺料理してるんですよ。俺電話してるんですよ。あね、とある経営者と、はい、あれいつですかって11月のって言ったら、この前すごい昼飯食ってた最初になんでこっちが知ってるんだよ。今朝は来てよ。来てよ、もちろん、うん、来るから、うん、はい、ぜひ11月9日名古屋で、11月の27日が東京、そうですね、うん、29日が、はい、あの決まってますので、ぜひどちらも参加の方よろしく。できればあの清掃業の人とかも本当に来ていただきたい。清掃業、はい、清掃掃除屋さんとか、うん、そういう方も SNS 講習会全然に、うん、あのいろんな業種やっぱり、うん、集まった方が、うん、まあそうだよね、いろんなつながりもできるじゃないですか、うん、講習会じゃ本当に違う、はい、でもさっき言ったようにやってない人でもやっぱ来てさ、うん、背中を押してもらうのって大事じゃん。いや本当そう思いますよね、はい、でなんか相談してこういうのを投稿しようと思うんだけどどう思いますか、全然いいじゃんって言われたら、うん、あ、いいんだって、うん、その人間ってさ、やっぱ今までの習慣が当たり前だから、うん、本当そうです。なんか経営者によって結構やっぱさ、こういう俺みたいなやつで、何年真面目だから仕事真面目やってきてね、うん、この中小企業は特にそれが一番大変でね、はい、朝から晩まで働く人多いから、うん、だからこんなことやっていいのみたいな、うん、結構最初あったでしょ、その自分の、うん、俺間違ってるんじゃねえか、はい、みたいな、あったでしょ。いや、もう最初は悩みました、やっぱり、うん、2年悩んだんですよ僕。あ、マジで。だからもったいなかったなと思って2年、ああ、 SNS、 そう、社長見て2年悩んで、うん、あ、そうなの、そう、その社長見た時も携帯を買ったんですよ、これ動画用の、うん、携帯を買ったんですけど、あ、俺が YouTube やってるの見て、 うわやろうと思って、うん、で2年、あ、マジで2年踏み出せなかったんですよ。あ、マジ、そうなんです。だけどすごいよね、フォロワーぶわっいけるよ。そうなんです。はあ、だからその2年前にやっとけばよかったってのを僕は伝えたいです、うん、ああそうだね。でもどんどんフォロワー増やす、そうなんです、増やすとかその SNS って厳しくなっていくから、はい、まあ、そうだよね、いいこと言うわ。いや本当にだから SNS 始めたから僕も社長と出会えたじゃないですか、うん、あ、そうだね。まあ本人がコンペ来てくれたんですよ、そうですよね、はい、もともとは、はい、で今じゃあ一緒にゴルフして、そうです、うん、いろいろしてるよ。一緒に家族してるよ。ゴルフね。そうそう、主にゴルフ。主にゴルフ。そう、悪いことしてないです。悪いこと。ちなみにこれ YouTube でこれもし見た人は、あの、TikTok の、あの、総社検査のチャンネルで、その、これのショート版、まあ、作っとる映像があるんで、ぜひ、そちらの方も、これちょっとそっちで見るともう真逆な、超対立してる SNS になってるから、まあ、そっちから、まあ、多分そっちから先に公開しようと思うけど、ぜひ面白いんで見てください、はい、お願いします、よろしくお願いします、しします、せーの、また見てねー。だけどさ、まあ、止めずに喋ろうか、なんかいい人に染みててね、喋ってると思わす、なんか本当になんか、なんかあれさ、NHK のお兄さんとか体操のお兄さんみたいな、うん